おはようございます。おはようございます。和也君ちょっとよく見せて。いやいやいや、言われたけんさ、入れとけって言われたやん。ちゃんと言わな、それを。今日は年に一度のお待ちかねのバーベキューです。ナイス。本当は今からねバーベキューをしようかなと、はい、私も思いましたけど、パチスローのチャンネルやっけ、買おうの死んできよるけんね、買った衆してバーベキューをしようかなと。いやでもそれ食べれん人も出てくるやん。協力せんです今回は。クロちゃんが1000枚出して俺が500枚負けても大丈夫ってこと。そうそう、食えるってこと。ただ条件がねいくつかあります。制限時間は今から2時間。少ない。すっごい自信なくなったんよ。バヤケンあるよね、リセット甘い系をちゃちゃって言って200枚でも300枚でもプラスにしてやめるみたいな感じ。本当によ、2億枚ぐらい勝てばいいってわけで、あと一つの条件が割り当てを決めようかなと。買った金額をおのおの買ってくるんですけど、一旦全員でお金を集めるわけじゃなくて、まあ4人もおれば多分負ける人も出てくると思うんです。買った人は買った金額の中でもちろん買い物してきていいけど、負けた人は500円以上使ってはいけないという。遠足のお菓子やん。で、この振り分けをね勝手に僕が決めました。大吉さんが海鮮担当。いや絶対野菜担当でしょ。自分で言うのもないけど、俺多分野菜にしとった方がいいよ多分。いやいや。海鮮食えん、海鮮食えんってマジで。肉担当をカズヤに任せてください。だけカズが負けたら500円以下の肉は買っていこうまでことやっけ。で、ユートが野菜担当で、クロちゃんがお酒担当ということで、今からねじゃあ実際稼働して買ったお金で集合場所に集まっていただこうと思います。行ってください。行ってきます。今から2時間。次氏の代わりにカバネと戦うって。
飲み物さあ飲み物買っていきましょうかね。あったあった。1人目が到着します。さあ1人目が到着しました。お前少なすぎやろ。で買ったぞ。負けた。あ、負けた券500円、ワンコイン野菜300円。ちなみにトップバッターです。まあ誰も来ません。準備は完了する。お人がも全部しとるったいね。そうそうそう、さすが。お前今日そいつか壊れんけ、肉ダメよ。お金出すけ自腹で。いやいや、負けたやつに食う肉はない。帰りに焼肉食って帰るわじゃあ一緒に馬野さんにおとこか。さてさて、まもなく2人目が到着。来た来たよ来たよ。いや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 買いすぎやろ。何やっとるこれは。待って、よくもな、飲み物ばかりにしてくれたっすね。何しかおらんたろ。ジュースばっかりじゃない。しかも先ほど買ってますね。そっけ、こんだけやん。で、ちなみに買ったの。まあ買っとるけこんだけ買えたで。2万5千くらいから全部買ったこれ。6000円。いやいやいや、じゃあ足りんかったらもう一回足しに頑張ってます。いや、こういうの4倍っすよ。全然多すぎて。真っ赤出ての。とりあえずさ、お前2番目さ、今。あと2人まだ来らんけん。ゆうとが野菜はちょこっと買ってきたけど、お酒冷やしとって。あ、オッケーっす、わかりました。さあ、間もなく3人目が到着します。いやー、よかなー。来ました。いやー、なんかいいよね。なんか、
萩谷くんから連絡がありました。到着しましたと。ようやく、ようやく、あ、来たよ、畑。ほら、来た来た来た、走ってこい、走って。おめっちゃ持っとるとけど。いや、お前めっちゃ買っとるやん。ね、いや結構買ったよ。マジ？こっちスーパーの方で、うんうん、こっちちゃんとした肉屋で買った。肉屋から？肉屋から千枚、千枚ぐらい勝ちました。マジで？やりました。ナイス。ほら、3000本吸ったけん、これ1個。やば、最高やな。こっちは、まぁ、ちょっとスーパーで。おぉ、焼き鳥も割と入れてます。え、飲み物はガッツリある。マジで？そんな飲めんっていうぐらいあるけど。何が買ったんすか？野菜がかり以外売っていいんだって。野菜が。やばい。野菜ならまだいい。野菜ならいかない。フレッシュやばかった。食べ道ぐらい切りついたもん。マジで。食べましょうか。行きますか。はい。おだって。キンキンに冷えてやがるよ、これ。ダイヤ、これ飲んだとは。マリーゼ誰や。ダイヤ。お前やらへん、マリーゼ。ちょっとさ。なんで、誰や。さあ、やりましょうか、大吉さん。いやー、行きますか。はーい、お疲れ様でーす。行きますかー。はい、乾杯。はい、乾杯。はい、それだけ違うんだ。はい。あ、ゲス、あ、あ、肉よ、金次郎が肉焼いてます。海鮮海鮮とホタテ、下げちゃいますね。いやいや、下げんなて。お前肉食われだろ。しかも、うちも負けたって。どうした、マジで。あ、うますぎ。おい、黒助どこ行ったんだよ。あいつ、高かった。うまかった、大吉さん。やっぱね、あーあ、この飯が一番多かった。いただきます。どうですか、兄貴、気持ちよか？好きな時に帰って、好きな時に稼働してやけんが、好きな時に酒飲んで。そう。まゆみちゃんはどう、大丈夫と？え、大丈夫と？大丈夫。最近のなんか、今なんかいろいろパチスロ業界荒れとるわけやん。いろんなその演者の結構出禁厳しいじゃないですか、今最近。今は一発アウトとか、うん、しかもあの出玉没収とか、はいはいはい、結構流行ってるじゃないですか。厳しくなったっすよね、昔より。ああ、まあ昔よりは厳しくなったね。でも結局は、でもメーカーやん、作ってるメーカーの機種が結局そういう仕様になっとるけん、うん、店も対処しようがないっていうか、メーカーが作っとって店はそれを売っとるだけやけん、うん、ってことはメーカーがもうそういう業界にしていこうってしとるわけじゃないですか、うん、まあメーカーがね一番上やけんが。結局売れる機種って稼働する機種じゃないですか。そうそう。で北斗も結局今ハエナ、うん、なんだかんだやっぱね、リセットうまいととかなっとるわけやけん、ね、一般客も喜ぶ、専業も美味しい、うん、が今多分一番北斗が人気な理由なんですよ。今の20代でパチスロ1000っていうなんかね、アンケートもあったりするわけ。まあ若者離れっていうともやっぱり一つはあるよね。え、でもどうなんですかね、その若者を取り入れるか、おじさん世代を取り入れるかってどっちが業界的にはいいですか、うん、若者やろね、やっぱ新規をやっぱ取り入れんば。いや、北斗は多分今後も多分人気は続いていくと思うけども、若者に刺さるかって言ったら多分そうではないやろ。とりあえずお前は気持ちよくなっとると。とりあえず締めようとしよる。あ、どうも。大吉さん、旅打ち行かないんですか？旅打ちはね、面白いかどうかは別として、今旅打ち行ったら前よりはやれるやろうなって思う。やっぱ稼げるってこと？稼げます、絶対。これは言える。銀行、はい、北斗がボリボリ来よるわけやん。もう毎日北斗しか売ってないですね。
ハイエナも、まあ、どっちかっつったらエナの方が多いですけど、出来る店が多い県がエナが多いだけで、まあ設定狙いが多い人が多いと思うんですけど、ね、あ、はい、食えるやっぱ、いやあれは相当食えるですね。その優遇冷遇とかがあるんで、うん、そこが分かってない人がおるんで、そこでめっちゃ差出るんで、あーノートとか買って、うん、買っただけじゃ分からんけんが、まあ、自分なりにこう狙い目とかつけて考察して、はい、売ってるんですけど、でもなんか2023年は北斗の年になりそうだね。もうなってますね、うん、マジで北斗を超える台は多分今年は出てこいよ。スロット車で多分俺10年ぐらいやつけど、今の北斗が一番盛り上がっとるじゃないですかね。あ、ワンチャン、まあ大輝さんは今北斗一人視聴者さん、視聴者さんには勝てていきましょうっていう、北斗が今が一番いいかなと。北斗のおかげで店が潤っとる件がなんか他の市で還元できるとか、うん、やっぱ利益出ないと還元できないんで。そうね、はい、でそもそもホール自体もさ、北斗買うのにめっちゃ金かけとるわけや。そうっすね。あとはまあプロのゆうとさんに任せますか、引き継ぎますか、こういう話は OK っす。はい、お前趣味打ちの苦労みたいな感じになってるけど、あ、してないと、まあ、実際俺もそんなめちゃくちゃ積もれてるわけじゃないけど、ああそういう風に見られてもおかしくはないと。取れ高は最高に意識して取り寄るっていうとかもしれない、ね、うん、だってプロを意識したらさ、毎回同じ機種とかさ、ハイワーだったらここに行くってなるわけ。そうっすね。それじゃ YouTube は面白くないけどね。結構俺は自由奔放にやっていくんで、ね、比較的そのガチガチの年段っていうよりは、うん、まあ、ゆったりしとる、そう、ね、結構仲いい感じ、遊びやけんね。遊び言い過ぎ、遊び言い過ぎけど、まあ、そこはみんなでね、うん、頑張っていきましょう。そうですね、はい、それで今回のクロちゃんの動画は以上になります。はい、お疲れ様でした。バイちゃん、今の業界はどういうイメージですか？あっちでも話題になって、こっちでも話題になってて、あ、まあなんかそういうなんかしょうもないネタ多いよね、うん、しょうもないネタで炎上とかは確かに多いね、うん、でもそういうのでなんか話題性を持たせたり、うん、それを例えば機種でもそうやし、うん、演者でもそうやし、うん、でお店でもそうやし、うん、せんとやっていけんじゃないと。あ、話題を作って、まあ炎上処方まではいかんけども、うん、そうそう、何か話題性を作ってっていう、うん、そうそうそう、ちょっとなんかグレーゾーンというかね。そう、なんかね、女性演者が必死さがそう分かるよね。なんかね、俺別否定はせんよ、否定はせんけど見にくいよね。そう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 、見にくいよね。可愛い加工とか演者とかいっぱいおるわけや、めっちゃ可愛いかってね、好きよ。そう、それで言うとさ、延長戦を演者が求めとる件がおかしなことになるっていうか。いや、みんなね、演者とライターとYouTuber の区別すらついてない。あ、確かに。そもそも確かにそれ、お店に来るやつはみんな演者と思ってる。あ、俺らも演者じゃないし、うん、YouTuber やけん、俺らがお店に行って撮影しようとは別にこれ来店じゃないけん、うん、ね、まあ、でもそういうとは確かにあるかもしれない。今何か稼ぎおる機種は？僕のハイエナと接点台、うん、一昔前のバジルつきみたいな。そうね、ほんとそんな感じだね。ハイエナもよし、接点台もよしみたいな。やっぱ有力感の関係とか、うん、レグとか中身を知っとかんと、仕様を、期待値取り損ねたり、うん、だけんこそそこを理解しとけば食えるやつは食えるし、もう昔なんて殴り合いやっただよ、キシュバ取るだけで。タバコと、もう遠くからタバコポーン投げてからさ、誰かが勝って誰かが負けるわけだ。じゃあゆうとさん、ちょっとそろそろ負けましょうか。業界を盛り上げてるためにあなたが負ければ他の人は潤うわけやっけ。いや、でも俺その買ったお金でこういろんなところにこうお金を回して経済を、飲み屋やだけや、経済、いや、回ら回ら経済。お疲れでした。まあ俺みたいなやつがおって、ゆうとくんみたいなやつがおったら、それは平和な世界は起きにな、平等じゃないけん、スロット。そういうことよ、スロットは平等じゃないです。あれです、だそうです。はいはい、ここにさ、いや俺昔さ、はい、あのめっちゃ氷出てくる機械があってから、はい、俺が使ったのこれか、これ、うん、これで、ね、クーダーボックスに入れたら、マスク今日長田県に休憩室に入れる。いや、これは痛いぞ、絶対。
起きとっけ。そこは定住先輩。